安井さんの知り合いが今日はいらっしゃらない4月から作り直せと、うん、はい、4月、はい、学生さんでしたっけ。いや、もう社会人、うん、何人かというのか、はい、著者前回の分と2回分と書きます。
で、それが最近増え始めたら、多分筋肉が落ちて体重が軽くなっていって、めっちゃ熱いんだ。もっと広いところがいい。体育館とか取れないか。取れない。
そんなに行かないと思う。そんなに怖い意味じゃない。予約取るときしか行かない。雲もね、撮りたいんだけど、うまくこの下だけ入る。最近すごいか、あれ、回数が続いたんだよね。
Thank you.
とりあえず一応一人で来たんで、みんな一人で。
パン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 はい、そうそう3手目って踏み込むの、うん、パン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 練習してこういうとこもありますけど、だから顔を立てる、そうそうそう、はい、ここも決めてくるの、はい、ああ、赤っぽか、はい、そうそうそう、シュッシュ、えい、ねえ、シュッシュ、えい、ねえ、パン、パン、アクセル、アクセル、アクセル、えい、そう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 、あ、そうそう、はい、そうそう、正面でこうやってやらないで。女の子が多いよ。こういう子多いよ。正面でやる。Thank you.
だから借りてきたんですよ。
左ストレートもらっちゃうから思いっきり締める今まで表現なんだ Thank you.
前に止めるから、でこっちの手を伸ばす。シュッシュッシュッ。Thank you.
ながらもこっちは引いて打つよ打つよっていう、そうそうそう、もう助走に入っちゃって体が完全に左手だから僕がバランスが入ってるから口動いた瞬間にコンターを上げると反対になるから交換ができるので前手を前に行くじゃあどこまで入るか高橋さん、ガード下がってるよ。
流しでいいんで。
なるほど、弱いのにチャレンジしましょう。いや本当うちのもキックやるんだけどうまいんだよねそれ。
行こうと思って。
余計余計効かないなと思う。当たった瞬間抜いてるから。抜いてどこまで行くのかなと思って。多分ね、もっと回数かなり疲れたな。試合とかは出てる。全然出てる。試合も学生の時から出てる。取ってくれない審判で分かった場合は負けちゃう。なんか、なんか、さばいてカウンターっていうのが自分の中で好きな感じなんだけど、それがポイント取られてるんですよ。なんか、そっぽいポイント。今疲れてるはず。どんな平均？今取ってくれない審判だったら、見るだけで終わっちゃう。優勝しちゃう。それじゃつまんないわ。はい、よ、今のいいよ。はい、はい。はい、はい。はい、その後自分から離れないで、固まないと。はい。これで動かないI'm gonna smile.
ちょっと危ないよ。
ですね。これも縦剣が悪くなる。いや、縦剣じゃないと思います。カモダイはここ。まあでも、ジャンプはもう相手が嫌がるにダメージ与えるものじゃない。なんでもいいです。はい。下半身の連帯で。Thank you.
Thank you.
50分までに出てください。下の窓閉めてください。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。次の試合、え、次の土日ですか？日曜日。頑張ってください。次来るときはチャンピオンです。あ、そうか。